竜王杯は月刊ドラゴンマガジン市場の読者参加型企画。数名の作家たちによる短編小説が掲載され、アンケートはがきやネットによる読者投票で一番人気になった作品が連載権を得る。選ばれた作家、作品は竜王と呼ばれ、市場やウェブでの結果発表とともに新連載を開始する。連載は半年で終了する場合もあれば、 スクラップド・プリンセスやマブラホのように息の長い人気作品になる場合もある。選ばれなかった作品はそれきりというわけではなく、ディー・クラッカーズやダーク・フロンティア・ブルースのように文庫化、シリーズ化するケースもある。読者にとっては気に入った作品を応援したり、竜王に選ばれる作品やこれから伸びる作家を予想したりする楽しみのある企画である。第4回では、 伝説の勇者の伝説と M の得票が同数で W u o が誕生するという出来事もあった。第7回で一度休止した後、その10年後に第8回が開催された。第8回よりイラストはなくなったが、ネット投票が可になった。第9回で再度休止した後、その3年後に第10回が開催された。第10回より以下の点が変更となった。 リンクが貼られている作品は、優勝に関わらず長編シリーズ化されていて、それ以外は、当企画のみで発表された読み切りとなった作品である。1998年9、10月号を掲載。12月号にて結果発表初代、竜王参加作品1999年7、8月号を掲載。10月号にて結果発表2代目竜王参加作品2000年、8。 9月号掲載。11月号にて結果発表3代目竜王、参加作品2001年8、9月号掲載。11月号にて結果発表4代目竜王、参加作品2002年10、11号掲載。2003年1月号にて結果発表5代目竜王、参加作品2003年12月号、2004年1月号掲載。 2004年3月号にて結果発表6代目、竜王参加作品2004年12月号を掲載。2005年3月号にて結果発表7代目、竜王参加作品2014年3月号の特別冊子に掲載。2014年5月号にて結果発表8代目、竜王参加作品2015年5月号を掲載。2015年7月号にて結果発表9代目。 竜王参加作品2018年11月号掲載2019年1月号にて結果発表10代目竜王参加作品ありがとうございます